続きまして、マネ、マネコロラシ。いきなりこれ言われない。マネキネコと転がすをくっつけるわけですね。マネ転がし、これは何が転ぶんでしょう。設計をしてレザーバッグで出てきた、はい、いきなり手作業になった途端に荒い髪だよ。乾いてない感じがしますが、ヒゲだけ本物の猫ですね。本物志向 CDS 先生、光先生なので、そしてあれリーグですよ。英検、うん、さあ何を転がしてくれるんでしょうか。またはこれは手です。手、ひどい手ですけども、この手が動く。マネキン猫だからさ、はい、あら、手をかざすと、手が、あ、手が動いて何かを転がす、うん、なんか頭を撫でると手に持ってるものを転がすんですね。放り投げてますけどね。マネ転がし。さあ、こういうのスローさせる。はい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 。はあ、これ折ってる部分に見せちゃいけないものが書いてあったってことですよね。うん、手が。手は配置がちょっと低いという。手が納得いない手でしたね。はい、キノコみたいな手でした。うん。